音楽がちょっと急げ急げ、これか。すごいな。おお、やばいやばい、来てる来てる。すぐ後ろにいるから大丈夫。ああ、やべえ、音がだいぶ迫ってきてんな。早く捕まって。ああ。大丈夫、前にもやったし絶対できるから。多分落ち着くんだ。落ち着け。もっと壊したいならまだあるよ。これからどうしたらいいの？私が思いつく方法は二つ。一つ目、さっさとおさらばしちゃう。あっという間に終わるよ。でも私は好きじゃない。二つ目、戦うの。戦うって何と？あいつらみたいになっちゃうのに。
死にそうになったことなんて何度もあった。明日までに死ぬ可能性だって無数にある。でも戦うの、少しでも長く一緒にいるために。それが2分でも2日でも絶対諦めない。私は諦めないよ。だからさ、待ってればいいじゃない。どうせ最後はみんな一緒におかしくなっちゃうんだから。他に方法はないの？ごめんね。行こう。こっから出るんだ。
はい、ということで、レフトビハインド残されたものっていうことで DLC、終わりましたね。なんだっけ、ジョエルと出会う前のエリーと、あと友達のライリーとのお話が一つと、あとは、コロラド大学で、ジョエルがね、負傷した際に、エリーがね、どうやってこう、ジョエルを助けようとしてたかみたいなところのお話が、わかりましたねっていうことで。で、最後、ライリーとエリーがね、噛まれて終わったんですけども、その後ライリーがどうなったかっていうのは、その本編のエンディングでエリーが言ってたみたいですね。ちょっとあんま印象残ってないですけど、もう亡くなったみたいですね。言ってたっけって思ったんですけど。だから、まあ、あの後いろいろね、頑張って脱出しようとして、まあ脱出はできたんでしょうけどもね、亡くなってしまったんでしょうね。で、まあ、あの時のライリーとの時間が今のこのジョエルとの時間を支えてるっていう感じですよね。強く生きているっていうことで。だからまあ大切な時間だったっていうことですよね。で、これでも、ラスアスに関してはもう一通りやったんで、あとはもう2をね、待つだけになるんですけどね。はい、めちゃくちゃ楽しみではあるんですけども、結構ね、表現がまたね、1もね、厳しかったんですけども、2は2で結構ね、きついとこあるみたいなんですよね。だから、不安も大きいんだよな。いや、もう最終的にやっぱ、エリーとジョエルも出てくるのかな、わかんないけど、ね、エリーには幸せになってほしいんですけどね。ということで、ね、ラストオブアスね、ずっとやってきましたけども、これで、本編と DLC、合わせて終了になりますということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。